で、うちの父親が要するに四輪というかね、普通の車を買う前はバイクで商売にも使ってたということもある、配達とかにも使ったけど、バイクに乗ってたんで、私は子供、私しかいない、兄弟がいないんで、一人っ子なんで、父親と二人で出かけることが多かった。その時にバイクの後ろの座席とか、まあ、場合によっては前に乗せてもらったりとかして、で一緒に出かけてることは、それはもうかなり記憶してるんですよ。一番印象あるのは何と言っても、それは鮎釣りなんですよ。鮎釣りというか、まあ、魚釣りですね。鮎だけじゃないんだけど、でも鮎釣りが一番印象に残りやすいんですよ。というのは、河原にバイクで降りていくんですよね。でしかもどこでも行けるから、とで明確に覚えてるのは、滋賀県の川でやたらとマムシに注意って書いてあるんだよ。標識というか、本当にいるんですよ、マムシが。いや、だからただ川の土手とかその草むらとかにはいるんだけど、河川敷に入ってしまえばマムシは絶対いないんで、もうそれは安心だって言われたんだけど、そこはもうたびたびいろんなとこ行きましたね、釣り。まあもちろん琵琶湖畔の鯉とか船を釣りに行くとか、モロッコとかもあるし、まあ、いろんな釣りに行ったんですけど、釣りが一番覚えてるのは、川の河川敷を走ってね、釣れへんかったらまた場所を簡単に移動したんで、ね、ただいつか忘れたんですけど、四輪に変わるんですよね、その、でもそうなるとやっぱ釣りも道具も多いんで、要するに普通の車で行くようになったんですよね。それがいつの頃からかっていうのは、小学校の高学年になってからはもうバイクじゃなかったと思う。低学年前ですよね、まあでも歯科医院になったのは私が中学3年生の頃なので、それまでもまあ2回ぐらいちょっと落選してるんですけども、小学校ね、ちょっと4年生か5年生の時に1回と、その次の年に1回で、その4年が中3なんで、多分4年生の時と5年生の時にこれ落ちてるんですよ、選挙に。で子供って残酷やでしょ、みんな友達仲やけど。で私は1年間ぐらいね、もう選挙した時に落選っていうふうに呼ばれるんですよ、あだ名がずっと言われたんです。で腹立った親父がね、これ絶対に生徒会長選挙に立候補しろと。でこれ、まあ、俺は負けたけどお前は勝たなあかんって言ってね、ポスター作ってました、親父が。小学校6年生の時の生徒会長選挙ポスターで親父と一緒に作ってたんです。2枚ぐらいですよ、2、3枚しか貼ったらあかんですけどね、小学校では。見事当選しました。でも親父はだから中学3年生だったんで、小学校の時っていうのはまあもちろん選挙に出てたんですけれども、議員ではなくて、まあ、あくまで家業っていうかね、事業をやってましたね。中学ぐらいになってからは売り場にも出てたんですけども、そうじゃなくて家の中では手伝ってましたよ、当然。まずはね、土曜日曜も仕事があるから、例えばその炊飯器入れといてやとか、あと住み込みの店員さんも結構いましたので、そこで何て言うんですかね、一緒にまあまあ生活をしてたんで、だから手伝い、本当に本格的に手伝うのは中学になってからはデパートの店とかにも出してましたし、もちろんうちでも商売してたので、そこに来るお客さんのお相手とか、まあでも子供やからね、